例の噂のね、洞窟があるという。こうしたらいけると。もうほぼ見えないですね、これ。はい。というわけで、今日もやってきました。これ、関止神社ですね。一応、高橋観光百選っていう場所なんですけども、まあ、真庭市とか高橋市の境目ぐらいの場所かなと思います。で、今日はですね、まあ、ここ全く関係ないんですけども、まあ、まあ、この近く、まあ、20分ぐらい離れたところに、なんだろうな。なんか、ちょっと一時ね、話題になった地底湖地問題みたいな、地底湖事件みたいなね、その場所があるんですよね。で、洞窟はね、実際入ることはできないんですけども、その近くに、まあ、神社があるんですよね。ちょっとそこに行ってみようかなと思いますね。まあね、実際、洞窟なんで入らないんだとかね、まあいろいろあるかもしれないですけど、まあ立ち入り禁止なんで入洞したらダメだということで。というわけでですね、今回向かう先なんですけども、岡山地底湖行方不明事件が発生した場所なんですよね。まあ、こちら、まあ、どんな事件かというと、2008年に発生した未解決の行方不明事件で、某大学のサークルが岡山県指定天然記念物のこの洞窟に入った際に、メンバーの一人が地底湖で溺れて消息不明になったんですよね。警察の捜索もあったんですけども、結局発見できなかったということなんですけども、今回はその周辺にね、行ってみようかなと思います。神社があるそうなんで、そちらを見て、ちょっと周りをね、散策していこうかなと思います。しっかりね、安全対策を取った上で行動いたします。はい、というわけで目的地の神社に到着しました。
神秘的な感じかなと。すごい立派な杉の木がねそびえ立ってますけど、その先にこの鍾乳洞とねに関係する神社があるんですよね。鍾乳洞のね名前と一緒の神社です。神社でございます。おお、すごいですね。なんかあの屋根が立派な、大体あの民家とかでよく見る屋根ですね。トタンあん中にね藁が入っててということなんですけど、これは初めてですね、このパターンは。ちょっと中に入っていこうかなと。立派な建物ですね。ここが例の噂のね洞窟があるというとこなんですけども、入洞するにはする前には必ず入洞届を提出してくださいということでございます。外れてますな。まあこの貼ってあったやつが下に落ちたんでしょうね。で、こういうことになってます。入洞禁止についてというね、鍾乳洞はこの事故が多発しているということで、禁止になっていると。立ち入り禁止ですね、この下。まあね、いろんなの YouTube とかで入ってたりとか、そのブログとかでね、その写真とかがね上げられてたりしてんですけども、見る限りはすごい急車なんですよね。で、おそらくこの下に鍾乳洞があると思うんですけども、で、このね場所自体かなり山の上にあるんで、その鍾乳洞に入ったとしてもね、もう地底湖とかめちゃめちゃ深いじゃないかなと、もう上がってこれないみたいなね
感じなのかもしれないですね。はい、この下にあるということです。はい、というわけでね、せっかく来たんですけどもね、まあ、せっかく来たなりにね、まあ、このね、また違うエリア、この山の下ですね、あの洞窟があるんで、まあ、一部見ることができるということで、まあ、そこに行って今日は終わろうかなと思います。まあね、同じ山なんで、その作りとしてはちょっと似てるかもしれないですね。作りというか、まあ、地底湖とか存在しないんです、しないと思うんですけども、あの一部ね、立ち入りが禁止されたりしてる中で、まあ、一部のところがあの観光的な感じで見れるという場所になってんで、ちょっとそちらの方に行こうかなと思います。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、これ麓ですね、先ほどの。まあ、夏になったらあのホタルがね見える場所なんですけど、水車小屋が、誘導される際には左の照明スイッチを入れてくださいと。自己責任と、自己責任ということですね。はい、電源これニューね、押したらいけると。だからこの先ほどの、あの鍾乳洞と、鍾乳洞とか地底湖と同じエリアに、エリアとか山にあるんですよね。だからその、ま、ちょっとは似てるかもしれないです。うわー、これですね。まあ、確かになんか動画でなんか上げてる人、地底湖あったんですけど、なんか似てますね、確かに。うわー、これ道が、これ県北でね、こんなヒヤヒヤドキドキ初めてです。入っていきます。まあ、そのおそらくの地底湖もね、こんな感じなのかなと。まあ、足場がかなり悪いというか、もうね、見えないですから。おっとっとっと、この先危険、立ち入り禁止ということになってます。いやー、でも道があるんですけど、先でね壊れてますね。でもまあかなり奥の方まで続いてんのかなっていうような感じで、まあ、これだけのね水が山の上から流れてるってことですかね。
そらくね、実際のね洞窟もこんな真っ暗なのかなと思いますね。もうこう見ると中入っていったらもうほぼ見えないですね。これライトつけてるんですけど、明かりがねこんな感じになってます。ほぼ何も見えないです。はい、というわけで今日はこんな感じで、まあ、一応同じ山の中にある鍾乳洞なんですけども、まあ、こういう感じですね。なんとも言えないですけど、実際に中ギリギリまで入れる場所もあったりするんですけども、まあ、実際のその事件があった鍾乳洞は、まあ、入るためにはいろいろ許可とかね、いるんで新見市が管轄してるようですね。はい、まあね、入らないようにお願いします。いろいろ入られてる方おられると思うんですけども、 YouTube 見てね、まあ実際ね、こういう洞窟はこんな感じだと見ていただけたらなと思いますね。はい、というわけでこんな感じでございました。今回もねご視聴ありがとうございましたね。まあ歩く感じはすごいいいかもしれないですね。なんかこれからのシーズン暑くなってくるんでね、こういうね川の流れの音聞きながらとかね、川の近く歩いてたらなんか心がとかいうか、なんか涼みますもんね。ぜひ行ってみてください。この諏訪の穴ですね。はい、ありがとうございました。でかっ、この動画いつも登録とボタン、割れてもたまがたまた、チャンネル登録もよろしく。はい。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。